技術模試の結果、はい、技術模試、はい、訓練しなきゃいけないなと思って、はい、そう、構成も受けるという感じで、5分間分がないってことは判定どうなんだよこれ。80分現代文使わない、はい、チートだよ自宅ハリウッドだよ、遊びに使ってないさあ、今回はですね、ルーにやってきてもらいました。ハローでルーです。はい、では今回はですね、記述模試の結果。はい、記述模試。はい、見ていきたいと思います。はい、じゃあもう早速いいですか。はい、自分まだ見てないんですよ。おお。紙がまだ届いてなくて、あ、なるほど。模試ナビで見ようと思うんですけど。はい、記述なんでね、自己採用できない部分があります。そうですね。じゃあ、いきますよ。はい、出ました。はい。自分の今回の成績です。はい、こう、1個ずつこうやって上げていくやつね。はい。お、成績、まず英語125点、はい、何点中なのかは、これ多分200点ですね、はい、偏差値62、はい、学力レベル8ということで、うん、おお、なるほど。記述模試ってやっぱり結構訓練しなきゃいけないなって思ってて、はい、そうですね、はい、やっぱりその日本語で書くじゃないですか、うん、そこがちょっとダメだったのかなって個人的な和訳が、和訳が、はい、あと文法あ、文法弱い、もう文法弱いですね、あんなのできんのかみたいに言われちゃうそんな簡単なのに、いや文法が本当にできないですね。そこは関係ない。え、なんか参考書とかはどうしてるんですか。いや結局あのポラリスを買って、はい、うん、あとはもうやっぱ長文とかは過去問とかを、はい、なんかその総計とかの過去問いろいろ、うん、はい、最近はやるようにしてます。え、ポラリスはどれ、1、2、3、2ですね。2、はい、ということで200点中125という感じでしたが、うん、はいはい、続いて国語、現代文のみ、現代文のみですね。おお、そうなんだ。何点満点なの。これ多分150点満点ですね。150点満点の105点、はい、偏差値 76.5。 これ思ったより出た印象ですね、はい、なんか、はい、なんか、ま、あんまり現代文苦手って意識はなくて、うん、なんかでも思ったより取れたなっていう印象です。これはえ、これ記述もある、はい、あ、記述です。自己採点と合ってんだね。あ、そうなんですよ、ぴったりでした。なんかその論述のところを大体半分ぐらいで全部計算して、うん、であのマークのところはほぼ合ったんで、うん、それやったらなんかたまたまバッチしちゃいましたね。なるほどね、はい、で最後は日本史、はいはい、が100点中でしょうねこれね、はい、100点中78点、うん、偏差値 70.7 で学力レベル S ということで、うん、おーという感じで。日本史もこれ自己採が84点ってあって、はい、なんかそれ思い当たるのがいくつか、うん、多分漢字ミス、あー、なるほどねかなって思うんですよね、はいはいはい、まあ、論述もあったってことですよね。あ、そうですね、はい、それでこういう感じで、うん、総合が 69.7、うん、ということで目標偏差値は70だったんだ。そうなんですよ。ただまあそれでも一応 S は取ったと、はい、いうことです。が古文漢文がないってことは判定どうなんだよこれいや、その判定もどこ書いたんだっけな、ちょっと見てもいいですか。はい、判定出せないじゃん、形容しか。だからもともとその古文漢文はやっぱ自分ちょっと やらない方向でずっといたんで、あ、現代文でいけるマークとかみたいなのは、あ、なるほど、はい、頭の中入ってるんですよね。現代文でいけるやつなかなか大変だなあ、これですね。じゃあそちらの結果を見ていきましょう。はいはい、慶応義塾大学経済学部経済 B 方式が D 判定ですね、うん、あ、偏差値でいうところの 65.7、 偏差値満点350点で、うん、ボーダーランクが 67.5 なんですね、うん、で分布で見てみると65以上 D のところ、うん、150人いると。まあ、明らかに英語がもし引っ張ってる、ね、そうですね、はい、できなきゃダメですからね、はい、この小論はやってみましたか。あ、小論は、そうで、この間受けた経大プレイが、まあ、小論の論文のやつがあるので、うん、まあ、多分それでどんぐらい自分ができるかっていうのは見せられると思うんで。そうか、確かに。それもどれぐらいなのかっていう感じですが、うん、まあ、判定が 72.5 か、はい。B でも70だからね。いや、高いですね、やっぱり。あ、そうね、強化数が少ない分、まあ、そうなっちゃいますからね。はい、こういう感じですね。はい、第一志望者が412人中123、うん、で、総志望者数が1124人中429位という感じで、うん、なるほど、英語が62、数学はないよね、地歴 70.7、うん、という感じでした、はい、では続いてが、はい、法政大学経済学部経済 A 方式、これは前に受かったあー、ね、そうですね、はい、ちょっと書いてみようと思って書いて、評価 A ですね、はい、はいはいはい、詳細で 68.6、 350、うん、55、もう、うん、で60、あ、もうそれ A をぶち切ってる、あ、本当だもう受かったところに、でも、え、もう一回受けるの。いやどうなんですかね、ちょっとまだ悩ましいんですけど、まあ、ちょっと考えてはいるっていう感じですね、はい、え、方式は現代文と日本史と英語、
っていう感じなのか、もしかしたら英検利用を使うかもしれない。ああ、英検利用か、はい、なるほどね。どっちかですね。英検利用って英検利用だと、英語が免除になって、うん、国語だけで受けられるんですよ、現代文だけで。英検ってことは国語だいぶできないといけない、現代文だけでしょ、しかも。そうなんですよ。すげえ大変な戦いだけど、はい、それでどうしたの。ちょっと待って、英検って何だって。1級受かってないけど。あ、準1級で。あ、準1級なんですよ。準1級はもう持ってるってことだよね。それはいつ取ったやつとか。3年前とかですね。まで使えない。使えないよ。1年以内とかだよ。え、そうなんですか、うん、やば、どうしよう。え、もう間に合わないよ。間に合うんですよね。で次のって使えないよね、1月だから。使えないよね。あ、使えないですか。英検利用できない。じゃあもう普通にやるしかないですね。そうです。はい。でしたけど。法制のこれってどんな感じ。あ、法制328人中第一志望者の1位ですよ。あ、第一志望者だと。1位。総志望者でも2505人、一時19位。でも思ったより平均偏差値低くないですか。低いね。いや、多分書いてないだけだと。まあまあまあ、なるほど。そもそもこんなやり方あるんだみたいな感じなんじゃない、うんうん、まあ、とりあえずこの方式でも受けてみる感じですか。そうですね、見た感じだと多分確実かなと思うので、うん、なるほど、はい、じゃあ構成も受けるという感じでだと、はい、受けるつもりでおります。わかりました。で、最後はなんでデジタルハリウッド大回転だよ。エンジテアのとこ、エンジテアのと言われて、デジハリってなんかそのすごいレベルが高いみたいな、なんかその分布図を見ると、あ、名前書いてる人が多いから、ね、書いてる人が多いみたいな感じ。あ、69.7 でボーダーランク 47.5、 全然高くない。分布図めちゃめちゃ上にいる。70以上の人93とどんだけ書いてんのお前ら。デジタルハリウッド大を遊びに使ってない。75が一番多いみたいな。確かに偏差値75が93で一番多い。なんて遊びをしやがって。まあ104人中23、まあ第一志望書く人ほぼいないでしょ、まあ、そう。でもふざけてるな、23人書いてる。総志望者数728人、じゃ100位と、やっぱり上には上がいる。いや、本当にすごいですね。じゃあこれで一応マッチと KO か、はい、受けるという感じで。そうですね、やっぱ英語、うん、英語だよね。やっぱ心配だわ、英語。法制の英語ってそんな簡単じゃないからね、うん、そもそも難しいんで、はい、前回やったね、その明治の問題っていうのが一番簡単なところですから、はい、全然あんなレベルではありませんので、ね、法制の、うん、この経済学部、経済英語式受ける方は言ってください、うん、ぜひこうだよとかね、あったりしてもらえればと思います。はい。どんな感じで勉強してるんですか、普段。今ですか、英文法は本当に弱いなって自覚してるので、はい、ポラリスをやりつつ、うん、で、もう長文に関しては、その記述模試もちょっと点数は低かったんですけど、うん、客観問題は結構取れてて、普通に読めてるなってのは感じたので、うん、もう総計の英文を、なるほど、はい、読んでいくっていう感じで、日本史に関しては、ひたすら過去問、うん。総計のつもりだって、もうそうは受けられないじゃん。古文、漢文捨ててたら。そうですね、経営か、あと、一部上智の、あ、はい、上智か。大学ですね。はい、なるほど。うん、でもう受けられるとこ自体がそもそもね、だいぶ限られてるから。そうですね、はい。いわゆるね、サッカー上の時は社会を捨ててたから。うん、社会を捨てる国語と英語だけで受けてたから、ね、はい。あ、そうなんですね。だから、とてつもなく大変だったけど、あ、同じように。古文と漢文を捨てて。捨ててるわけだから、とてつもなく限られていってしまうわけで。はい、じゃ共通テストも現代文だけ受けるんです。あ、そうですね、共通テストも現代文だけ。すげえ、それどんな風なんだよ、それ。だってずっと使えるわけでしょ、自分。あ、そうなんです、80分使えるんですよ。80分現代文使うんですよ。チートだよ、完全なる。そうですね。あ、はい、あ、利用するの、それ。利用できないか、そもそも、この数少なすぎて。ああ、けどなんか、ほんと、マーチの一部では全然使えるところはあるんですよ、現代文だけでも。それはもう決めないといけない。いや、決めます。はい、そろそろ決めます。出願も迫ってる。いや、そうですよね、はい、調査書を調達しなきゃいけないとか、はい、 あったりするんで行かないといけないですね。はい、じゃあいよいよ入試本番って感じになりますので、はい、ぜひ頑張ってもらえればと思います。まあ経済のやつをね、その作文を送ってもらえればいいので。本当ですか。いいよ。いやー、ありがとうございます、はい、いつも森田とイングリッシュライティングで私経済のやつばっかりも。あ、そうなんですね。経済のやつばっかり、去年もそうだったけど、はい、めちゃくちゃ添削してますんで。あ、そうなんですね。え、ちょっと心強すぎます、それは。私もいつも添削してる、はい、やってますんで、ぜひ、まあそちらも、まあ有料ではありますが。よかったら。はい。利用してもらえればと思います。アドバイスも打ち込んでますから、ね、こうした方がいい。はい。という感じでした。じゃあぜひ頑張ってやってみてください。はい。はい、ご紹介ありがとうございました。バイバイ。